東湖地図は2 3級でなっている朝鮮湖地図の中で最も緻密な地図である。2002年12月、韓国の宝物大1358号に指定された。この地図は、金正宏が大統領地図を反国するのに先立ち制作した先行地図と考えられている。制作時期は1856年から1861年の 間であり、形態は横80里、縦120里を一つの方眼にして作られた。ソウル歴史博物館が所蔵している。東小地図は、その制作者が誰なのかいくつかの説が提起されているが、最近に至り、金正宏の作品と推定されるようになった。その根拠は、以下の通り。まず、東小地図史、第二冊条文で、 金正宏が地図と地図を作り、これを東越地図紙と表現したことによる。これをもとに、地図は東越地図紙、地図は東越地図と推定することができる。大東洋地図は換気があり、金正宏の作品であることが確実であるが、東越地図には換気がなく、確実ではない。ただ、二つの地図がすべて23級となっていて、 毎イ級に収録された地図の形態や内容がほとんど一致する。また、中期名が東小地図は18,736個であるのに対し、大東予地図では13,188横に減っているのだが、これは大部分が重要性がなくなった事項で、木刻の難しさを考慮して減らしたのではと思われる。2番目に、猿は大東予地図、序文で、 金百元に移植して、東小地図を作らせたと言及しているのだが、百元は金正広の字である。三番目に、東小地図と大東洋地図に載せられている地図表が独特であり、大変よく似ていることが挙げられる。ありがとうございます。